いいね、地元の人にいい宣伝にはなるね。ただミンクリスたちの年齢層じゃないですけどね。ミンクリスたちの年齢層じゃないですけどね。いやでもそれは大事よ。皆様おはようございます。野島ステラ神奈川相模原の監督をしてます菅野です。どうぞよろしくお願いします。本日は第19回荒磯桜祭り、ご招待いただきまして誠にありがとうございます。またこのように盛大に、開会式が迎えられたことを慎んで、お喜び申し上げます。さて私たち野島ステラは、昨年本当に4月ですね、振動を活動の拠点とさせていただきまして、早1年経ちました。我々まだステラは、今日の桜と同じようにまだまだ三分咲き程度のチームではございますけれども、本当に満開に、ね、なるようなチームを目指しております。今年はまたチャレンジリーグ2年目を迎えまして、この新戸の野島フットボールパークでも7試合の試合が公式戦が予定されております。そのように、この荒磯地区新戸でですね、ぜひここの100本の桜のように、地域に根ざして、そして毎年花を咲かせられるようなチームになって、皆さんと共に、この地区を盛り上げていける一つの女子サッカーチームとして活動していきたいと思いますので、これからも皆さんのご声援ご協力をお願い申し上げます。また満開になった桜のもと本当に皆さんと共にこの桜を楽しみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。本日はお招きありがとうございます。またこの荒磯祭りが盛大に行われることを心よりお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。すいません、選手、今年は総勢19名の選手で戦いますけれども、全員紹介するにはちょっと時間がありますので、まずキャプテンの、を紹介したいと思います。キャプテンの小山です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。初めてこの荒磯の桜祭りに参加させていただいて、お綺麗なお姉さんとかっこいいお兄さんだらけでちょっとびっくりしてますが、うまいな。皆さんに野島ステラのことを知ってもらって応援していただけるようなチームになるように頑張るので、これからも今日知っていただいた方もいるんですけど、引き続き応援の方もよろしくお願いします。今日はお招きいただき本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。監督並びに野島ステラの皆様、こんにちは、本当にありがとうございました。皆さん改めて盛大な拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。